妖怪ウォッチプニプニやっていきましょう。今日はね、お金がなんと3万超えたんで、妖怪ガシャ回していきたいなと思います。10連ですね、10連で、今日狙うのはもちろんこの妖怪、お肉い。このお肉いをゲットすることができれば、ネタバレリーナのね、解放が、できるんですよ。僕がこれ持ってない妖怪は、あとお肉いと雲外三面鏡と九段なんだけど、九段と雲外三面鏡は普通にゲットできるはずなんで、お肉いだよ、お肉い。回していこう。10回。まあ、確率がアップしてるということなんで、まあ S ランクの妖怪っていうのはなかなか出てこないけどね。いや、なんかの間違いで出てきてほしい。回そう。まず1回目。おい、一発目からこれか。ちょっとやばいな。あとプリチー族も出やすくなってんだよね。トゲニャン使わないな。せめてワルニャン出てきてほしい。2回目。せーの。うわー、しょっぱい。赤玉きた。闇鏡、 A ランクの闇鏡が出てきた。さあ3回目。さあ赤。おお、神経験値玉か。珍しいの出てきたね。赤玉で出てくるんだね、神経験値玉。はい、赤玉続くな。あ、ワルニャン来た。確かにプリチー族出やすくなってんね。で、この妖怪は結構使える妖怪なんで、必殺技が、敵の妖怪がアイテムを落としやすくなるっていう必殺技を持っているんで、ワルニャンは結構嬉しいんですけどね。おお、ほんと来てほしい。あー、来ない。 B ランク。あと5回か。もう半分回しちゃった。うわー、スネスネークが飛び出してきた。スネスネーク、なんかあともう少しでコンプリートできそうだね。これ無課金アカウントなんだけど、めちゃくちゃ出てるってことだよね。わあ、クワノブシめっちゃ弱そう。あと3回ですね。わあ、これちょっと厳しいかもな。頼む、なんかの間違いで1回でもいいから出てきてほしい。超経験値玉いらない。あ、でもまだコエンラが、エンラエンラにね、レベル進化させてないから、それで使えるか。うわー、これで最後の1回だ。結構頑張ってお金貯めたんだけどね、最後の1回回そう。せーの！はい、もうダメです。力尽きた。ふざけんなよ、もう。マジか。ちょっとコイン回すか。なんかよくわかんないけど、スペシャルコインがね、なんか溜まってんだよね。ちょっと1回だけちょっと回しましょうか。あ、いろんなコイン溜まってんね。何の妖怪が出てくんだろう。お肉い出てこないよな、きっと。いや、回そう。あが。ちょ、ダブリはマジ勘弁。あ、風魔ザル、これは持ってない。これなんかのレジェンド妖怪解放に必要なんだよね。うんちくまだったっけな。ふーん、よく見つけたな。風魔の力お前に貸してやる。風魔ザルと友達になった。あ、持ってない。やっぱそうだ、これ確かうんちくまだよね。あー、残念。お肉いがゲットできたらね、ネタバレリーナ解放っていう、ネタができたんですけど、まあゲットできなかったんで、今回はまあ無理ですね、お肉い。あとレジェンド妖怪のネタバレリーナもちょっと無理だね。もうこっちの、ほら、人玉も数がこんなに少なくなってるし、17でしょ。あと郵便でもあと22しかないから、全部で40か。無理ですね。お金3万貯まりません。
ということで今回はもうちょっと残念でしたということで、次回は何やろうかな、妖怪ウォッチプニプニ、あの妖怪ウォッチバスターズですね、ゲット組、あれ毎日やるって言ったんですけどちょっとねトラブってて今できないんですよ。まあそれも後で動画で説明しようかな、別の動画で説明しようかなと思うんですけど、まあ次回もね、なんか妖怪ウォッチプニプニ、あ、九段と雲外三面鏡仲間にしてないんで、それ仲間にして、とりあえず妖怪ウォッチプニプニはおやめにするかな。はい、ご視聴ありがとうございました。